先日組んだ大型ビーム艦の KT88 シングルですが、トランス結合に加えて三極管結合で無機管という非常にピュアな方式のアンプのためか、なかなか今までにない魅力的な音で鳴っているように感じています。新しく買ったケーブルも加えてエイジングも進んできましたので、そろそろ空気録音しようかと考えていました。そんな中、今話題のオーディオメーカーであるソウルノートさんの公式サイトを見ていましたら、開発責任者の加藤秀樹さんの解説記事を見つけました。記事の量が多くて相当な情報量なので全部は読み切れていないのですが、自作派の私にとってもすごく勉強になる記事だと思います。オーディオメーカーでここまで技術的な情報を公開しているメーカーも珍しいのではないでしょうか。ソウルノートはオーディオ誌に取り上げられることが多いメーカーです。数々のオーディオ賞を受賞し、オーディオのイベントにも積極的に参加されています。私は以前にも加藤さんがマランツプロにいた時代に開発されたアンプの試聴会に参加したことがあります。またオーディオイベントでのデモンストレーションも聞いたことがあります。ですので、こうした開発ブログも実際の音をイメージしながら読むことができて、なおさら参考になると思っています。そうした加藤さんの様々なノウハウの中でも、その中心となる2つの技術が現在のラインナップの中でも製品を大きく特徴づけているようです。その2つのうちの1つは無機管アンプで、もう1つがノンオーバーサンプリングです。一般的にはアンプはオーディオのハイファイアンプとして使える性能を出すために吹き管という技術が使われます。この吹き管というのは NFB とも言うのですが、これはネガティブフィードバックを略したものです。増幅されたアンプの出力の一部を入力側に戻して、アンプの SN 比や周波数特性、歪み率といった数値特性を高める技術のことを NFB と言います。一般的にトランジスタアンプでは必要不可欠と言われていて、真空管アンプでも大なり小なりこれを使うことは珍しくありません。ただし昔から NFB の量を増やすと数値特性は良くなるが音の活力は低下するのではないかという話があります。これを使うかどうかや NFB の量を多くするか少なくするかというのはアンプ設計者の個性がはっきり出る部分なので、音質を大きく左右する項目となります。過去に評価の高いアンプにはこの NFB が多いものや少ないもの、あるいはこれがない無機管のアンプというものがありまして、どれが正解なのかよくわからないというのが悩ましいところです。私はこれを顔のお化粧に例えるのですが、無機管はすっぴん、高機管は厚化粧に例えます。健康的で愛らしいアイドルのようなモデルさんと、化粧の決まったハリウッド女優やファッションモデルのどちらが美しいと感じるかというのは一概には言えないことではないでしょうか。ただし元がそれなりに良くないと化粧してもよくは見えないというのは NFB も同じことが言われています。というのが無機管の話です。次にノンオーバーサンプリングですが、これはデジタルをアナログに変換する DAC、 すなわち DA コンバーターの技術です。デジタルの波形はギザギザな波形なので、アナログ変換する前にデジタル上で演算することによってサンプリング周波数を数倍に変換しておき、ギザギザの度合いを小さくしてから変換するオーバーサンプリングという方法を取るのが一般的です。ノンオーバーサンプリングはこれをあえて使用しないやり方です。さらにアナログ変換時に加わるノイズを取り除くための
デジタルフィルターとかアナログフィルターというフィルターも使わない方法を加えます。通常は人間の耳には聞こえない帯域に大量に含まれるノイズをフィルターで除去するのですが、これを使わないわけです。この方法で変換された音声信号の波形を見ると、ギザギザでノイズまみれに見えて、とてもまともな音に聞こえないと思えるのですが、不思議とその方が自然に聞こえるのではないかというのがノンオーバーサンプリングダックです。これは昔のアナログ変換 IC を使ったアマチュアの自作ダックではよく用いられる手法ですが、現在の製品で採用されることはあまりない技術です。私の場合、アマチュアの自作ダックを試していた時期があるので、このノンオーバーサンプリングダックをいくつか所有しています。フィリップスの往年のマルチビットダックで、自作ブームの中心的存在であった TDA1543 という系統のチップを使ったダックです。自作ブームの中でも、最終的に最も音が良いと言われたシングルチップで、JFET による IV 変換という方式のものです。こうしたダックは電源によって音質が大きく異なるので、過去の動画でも紹介している GAN 電源アダプターと組み合わせています。このノンオーバーサンプリングの DA コンバーターと先日組んだ KT88 無機関シングルアンプを組み合わせれば、もしかしてソウルノートの音に近づけるのではないかと考えました。もちろんソウルノートは他にも多くのノウハウでできているので同じになることはないのですが、そのエッセンスが少し似てくるのかどうかという実験です。今回のメインの実験である KT88 シングルでの音を聞きます。こちらは三極管結合という方式なので、無機関でも実用に耐える回路になっています。これにノンオーバーサンプリングダックを組み合わせて聞いてみましょう。ソウルノートっぽい音になるかどうか。それではどうぞ。
Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Thank you.